砂は、1941年のアメリカ映画、恋愛映画、ビゼンテ・ブラス・コイ・バニエス原作の同名小説を原作とする。この小説は1922年、ハリウッドで、ブラッド,ド・サンドとして、ルドルフ・バレンティの主演で最初に映画化された。二度目の映画化となる今回は、大プロデューサーとして知られたダリル・エフ・ザ・ナックがプロデュース、ルーベン・マムーリアンが監督し、 配給は20世紀フォックス社であった。なお、劇中の挿入歌、愛のロマンスは、ナルシソエペスによって、禁じられた遊びと曲名を変えてリメイクされた。また、音楽の一部は、ペレスプラードによって、闘牛士のマンボとして編曲された。また、出演者の一人であるリタ・ヘイワースにとっては、本作が、初めてのカラー映画出演作である。不安は、 貧しい靴屋の息子から修行を積み、スペイン随一の闘牛士になった。ある日彼は、闘牛を観戦に来た美しい勇敢マダム、ドーニャソルに激しく誘惑された挙句、マダムの色化に酔いしれて、彼女との情事に溺れてゆく。その一方で、彼は、幼馴染みの妻カルメントの真実の愛を見失う。しばらくして、不安は、引退を決意する。 過去内は日本語を吹き替え、キネマ旬報ベスト1085回前市1924から201189ページ97ページや、ありがとうございます。